コラーゲンは、主に脊椎動物の真皮、靭帯、腱、骨、軟骨などを構成する、タンパク質の一つ。多細胞動物の細胞外基質の主成分である。体内に存在しているコラーゲンの総量は、人では全タンパク質の約 25% を占めるほど多い。また、コラーゲンは体内で働くだけでなく人間生活に様々に利用されている。皮革は動物の皮が用いられているが、主成分はコラーゲンである。コラーゲン注入剤は美容目的の医薬品である。ゼラチンはコラーゲンを変性させたものであり、食品、化粧品など様々に用いられる。コラーゲンの三重らせん構造コラーゲンタンパク質のペプチド鎖を構成するアミノ酸残基は、とグリシン残基が3残基ごとに繰り返す一次構造を有する。この配列はコラーゲン様配列と呼ばれ、コラーゲンタンパク質の特徴である。例えば、I 型コラーゲンでは、このが1014アミノ酸残基繰り返す配列を持っている。遺伝子配列では、プロリンのコドンがグリシンのコドンの次に多く存在する。の位置にあるプロリン残基は、プロリル4ヒドロキシラーゼによる翻訳誤修飾によって4ヒドロキシプロリン残基になる。コラーゲンタンパク質分子を構成する1本のペプチド鎖はアルファ鎖と呼ばれ、分子量はI 型コラーゲンの場合は10万程度である。コラーゲンでは各ポリペプチド鎖が左巻きのポリプロリン2型様の構造をとり、1残基ずつずれてグリシン残基が中央に来るようにペプチド鎖が3本に集まって緩い右巻きのらせん構造をとる。側鎖のないグリシンが3残基ごとにあることがコラーゲン構造をとる上での必要条件であり、骨形成不全症患者の場合、3残基ごとにあるグリシン残基が変異している症例が多い。I 型コラーゲンの場合、分子の長さはおよそ300ナノメートル、太さは 1.5 ナノメートルほどである。繊維性、コラーゲン分子が少しずつずれてたくさん集まり、繊維を作ったものをコラーゲン原繊維と呼ぶ。例えば、骨や軟骨の中のコラーゲンは、このコラーゲン繊維を作っており、骨基質、軟骨基質にびっしりと詰まっている。主成分は軟骨以外の組織では I 型コラーゲン、軟骨では2型コラーゲン分子である。V、Xi 型コラーゲン分子や9、12、14型コラーゲンも含まれる。コラーゲン繊維は透過型電子顕微鏡で観察することができる。コラーゲン繊維にはほぼ65ナノメートル周期の縞模様が観察される。コラーゲン繊維の太さは通常数十百数十ナノメートル程度である。この太さはそのコラーゲン繊維を作っているコラーゲンの各型の割合やプロテオグリカンなどによって決まることがわかっている。コラーゲン繊維はさらに多くがより集まって結合組織内で強大な繊維を形成する場合がある。解剖学の分野ではコラーゲン繊維、抗原繊維、コラーゲンファイバーと呼ばれることもある。生物学者はコラーゲン繊維束と呼ぶことが多い。コラーゲン繊維束の太さは数マイクロメートル数十マイクロメートル程度で適切な染色を行うと光学顕微鏡でも観察することができる。I 型コラーゲンのコラーゲン領域のアミノ酸組成はグリシン残基が1、3を占め、プロリン及びヒドロキシプロリン残基を合わせて 21%、アラニン残基が 11% とかなり偏った構成となっている。またコラーゲンに特有のアミノ酸残基として3及び4、ヒドロキシプロリン、5、ヒドロキシリジン残基などがある。これらは通常のプロリンリジン残基に水酸元が小胞体内での酵素によって翻訳後に修飾されたもので他のタンパク中にはほとんど含まれない。3、ヒドロキシプロリン残基はグリ座や−の繰り返し配列の座の位置に4、ヒドロキシプロリン残基とヒドロキシリジン残基はや−の位置にある。4、ヒドロキシプロリン残基量の測定から動物組織のおよそのコラーゲン量を推測することができる。ヒドロキシプロリン残基はコラーゲンの3本鎖らせん構造を安定化させる働きがある。轟尻椿山記の生理的な機能の詳細は明らかになっていないが、分子間華鏡に関与して細胞外マトリックスを安定化させている。轟尻椿山記や轟尻椿島に修飾されるヤーの李椿山記の位置はランダムではない。轟司プロリン轟尻椿山記はいずれもタンパク合成の際に組み込まれるのではなく、まずそれぞれプロリン李椿山記の形で合成され、タンパク鎖が形成された後で、小胞体内で酸化酵素により付加される。またこの反応の際には、ビタミン C を補い酵素として、鉄を補い因子として必要とするため、L グロノラクトンオキシダーゼ遺伝子の活性がない人では、ビタミン C 欠乏によって正常なコラーゲン合成ができなくなり、敗血病を引き起こす。コラーゲンは、様々な結合組織に力学的な強度を与えるのに役立っている。若干の弾力性もある。特に、腱の主成分は上述のコラーゲン繊維がきちんと隙間なく配列したもので非常に強い力に耐える。腱には筋肉が発生した引っ張り力を骨などに伝え、運動を起こす際に非常に強い力がかかる。また、骨や軟骨の内部では、びっしりと詰め込まれたコラーゲン細繊維が骨や軟骨の弾力性を増すのに役立っており、衝撃で骨折などが起こることから守っている。また、皮膚の弾力性や強度に役立っている。一方、こうした従来から知られている機能とは別に、コラーゲンがそれに接する細胞に対して増殖、分化シグナルを与える情報伝達の働きも担っていることが分かってきている。コラーゲンが地球で初めて誕生したのは原生代後期の前球凍結後と考えられている。コラーゲンの産生には大量の酸素の供給が必要であるが、前球凍結以前は地球においてはコラーゲンを作り出せるだけの高濃度の酸素が蓄積されていなかった。そのためそれまでの生物の進化は単細胞生物までに止まっていた。そして前球凍結の状態が終わり、急激な気候変動の影響で大量に酸素が作られ地球に蓄積した。この影響により単細胞生物がコラーゲンを作り出すことに成功し、細胞同士の接着に利用され、単細胞生物の多細胞化が促進された。今日に見られる多細胞生物はすべてこのコラーゲンの生産に成功した種の子孫であると考えられている。脊椎動物は30種近くのコラーゲンタンパク質を有することが報告されており、それぞれのコラーゲンは I 型、II 型のようにローマ数字を使って2007年時点で28の型に分類されている。真皮、靭帯、腱、骨などでは I 型コラーゲンが、関節軟骨では II 型コラーゲンが主成分である。また、すべての上皮組織の裏打ち構造である。基底膜には4型コラーゲンが主に含まれている。体内で最も豊富に存在しているのは I 型コラーゲンである。これらのコラーゲンタンパク質は全てがコラーゲン細繊維を形成するタイプではない。コラーゲン細繊維の主成分となるタイプのコラーゲンタンパク質は繊維性コラーゲン、繊維を形成しないものを非繊維性コラーゲンと呼ぶ。非繊維性コラーゲンではコラーゲン繊維の表面に結合するファキットや基底膜構造の主成分となる非常に細い網目構造を作るものや細胞膜に結合して存在するコラーゲンもある。下記は人のコラーゲンの各型の性質と主な分布である。I 型コラーゲンその他、コラーゲンタンパク質の特徴を部分的に備えたコラーゲン様領域を有するタンパク質が15種類以上知られている。例えば、補体の C19、コレクチン、フィコリン、アディポネクチン、マクロファージスカベンジャー受容体などがそれである。これらは部分的にコラーゲンの機能を併せ持つタンパク質と考えられている。細胞内でのコラーゲンの産生には様々な酵素分子やシャペロン分子が関与している。人のコラーゲンの中では最も大量に存在する I 型コラーゲン分子の場合、コル 1A1 とコル 1A2 の2種類の遺伝子から合成されたメッセンジャー RNA が細胞質中のリボソームによって翻訳が開始され、翻訳されたシグナルペプチドとシグナルリコグニションパーティクルによって翻訳が停止した後、素面小胞体にリボソームが結合して SRP が有利した翻訳が再開され、小胞体内腔に取り込まれ、ゴルジ体に輸送され就職を受けた後、細胞外に分泌される。小胞体内で C、プロペプチドによって、プロアルファ1差とプロアルファ2差が通常は2、1の比で、プロテインジスルフィドイソメラーゼによって、グリザ、ヤーマイナスのヤーの位置にある、プロリン酸基が水酸化されて4、ヒドロキシプロリン酸基になる。その他に、ザの1のプロリン酸基を修飾するプロリル3、ヒドロキシラーゼや、リジルヒドロキシラーゼ1から3、ヒドロキシリジン酸基に、ガラクトース酸基を付加するガラクトシラーゼ、ガラクトシルヒドロキシリジン酸基にグルコース酸基を付加するグルコシラーゼといった翻訳後修飾酵素が必要である。また、小胞体内のタンパク質サイクロフィリン B やクルタップの劣性遺伝子変異が骨形成不全症を引き起こすことが知られている。いくつかの型のコラーゲンにおいては HSP47 という分子chaペロンが正常なコラーゲン分子の合成に必須であることが報告されている。また、I 型コラーゲンと HSP47 の発現量は常に相関することも知られている。コラーゲンは ESD3 株などの胚性幹細胞を無欠性条件で培養する際にディッシュにコーティングすることで幹細胞の足場となり、幹細胞の未分化性維持及び幹細胞の増殖を促進する働きがあることが論文により報告されている。また、米国国立衛生研究所ヒドロキシプロリンが、それぞれ約 10%、残りが、その他のアミノ酸で構成されている。コラーゲンの特徴は、他の大部分がアミノ酸にまで分解される、タンパク質の消化とは多少異なる。他のタンパク質と比べて、さらにアミノ酸へまで分解されるのではない、オリゴペプチドの状態で吸収されていることが明らかとなっている。上記コラーゲンの成分のうちヒドロキシプロリンがコラーゲンに特徴的なアミノ酸である。1962年にはコラーゲンが加水分解されたゼラチンの摂取量が増えるほどヒドロキシプロリンがアミノ酸と結合したジペプチドオリゴペプチドが血中に増加することが判明した。その後は技術的な不足もあり、研究には間があったが、近年ペプチドの解析技術が進み、2005年にはコラーゲンペプチドを摂取すると、ヒドロキシプロリンを含むジペプチド及びトリペプチドが血中に増加することが判明した。これらは消化酵素に抵抗性がある性質を持つため、推測ではアミノ酸にまで分解されにくく、血中に移行しやすい。ヒドロキシプロリン酸基を含むペプチドは、細胞の働きを活性化させる。様々な生理的活性が報告されている。コラーゲンを経口摂取することで、ヒドロキシプロリンペプチドの血中濃度が長時間上昇すること、ペプチドが繊維芽細胞を刺激し、再生を促進することが明らかとなった。体内でのコラーゲン分子の合成には、リシンや2価の鉄イオンやビタミン C が別途必要である。コラーゲンを含む食品としては、肉類、魚類、ゼラチン、ゼリーが挙げられている。歯肉抗体の治療に、異種コラーゲンマトリックスは、2018年までの9件のランダム化比較試験から、エナメルマトリックス誘導体や、結合組織移植と、有意な差がないため代替法となる。2018年までの限られた証拠からは、結合組織移植よりも、手術時間と術後死亡率が少ない。牛由来コラーゲンは、アメリカ食品医薬品局が最初に承認した注入剤で、反根、萎縮、微振肥大などに使い、通常6ヶ月未満持続する。コラーゲン注入は、肉芽形成の点で、ヒアルロン酸注入よりも理想的ではない。牛由来コラーゲンでは、コラーゲン繊維が太く、注射前にアレルギー検査が必要なことから、患者自身の皮膚から採取した人由来コラーゲンを、用いる方法が開発されており、アレルギー検査は不要である。日本国外では、美脇からのシワである、微振酵に、ポリメタクリル酸メチル、マイナスコラーゲンが注射されることがある。その際の肉芽腫の発生率は 1.7% と低く、多くは簡単な治療で管理できた。機能性表示食品としては29名でのランダム化比較試験などを根拠に、膝関節が気になる方にといった表示が認可されている。変形性関節症に対するメタアナリシスでは、証拠の質は低いが、コラーゲン加水分解物が痛みの軽減に効果量 0.8 以上と大きな効果を示し、未変性、2型コラーゲンでは偽薬との有意な差は示すがその大きさは小さい。2005年には京都府立大教授の佐藤健二らの研究グループは食べたコラーゲンが体内で働くメカニズムを発見した。分子量が30万個であるコラーゲンを加水分解したものがコラーゲンペプチドで分子量は数百以上からとなる。2012年までの研究で確認されていることは、コラーゲンペプチドは繊維芽細胞を増やすことで間接的にコラーゲンやヒアルロン酸、エラスチンの酸性を流しているということである。国立健康栄養研究所が2012年にはコラーゲンを食べても分子量が大きいため吸収のためにアミノ酸やペプチドに分解されるとし、分子量が500などの低分子コラーゲンでも、再びコラーゲンの合成の利用に使われるかや、美肌、関節に期待する効果が出るかどうかは、現時点での科学的知見では、わからないとの見解を示した。2019年のシステマティックレビューでは飲むコラーゲンを使った RCT が11研究見つかり、感染、褥瘡、老化を含めて、将来の大規模な研究に向けて有望な結果が出ており、2.5 から10グラム、4週間から24週間と多様な使用条件で弾力性、水分、コラーゲン密度が増加、一般に安全で副作用はなかった。低分子、コラーゲンペプチドを使った64名での2018年の RCT では3ヶ月後に偽薬よりも水分量、弾力性、シワが改善された。2015年の120名の RCT では、8週間で偽薬に比較して、コラーゲンペプチド 5g あるいは 10g では、シワの減少傾向、弾力性が改善された。2016年 RCT では、コラーゲンペプチドでもプロリル-ヒドロキシプロリンと、ヒドロキシプロリル-グルシンが多い場合に、肌の水分、弾力性、シワを改善した。2017年の RCT では60人の被験者で偽薬に比較して2ヶ月後に弾力性 7.5% の増加と質感の改善が見られた。2004年には6週間の摂取で赤み、弾力性、シワが改善されたという研究結果がある。春日井、小山においてコラーゲン摂取群と対象群の間に皮膚の水分量に有意な差はなかったが、角層吸水能は上昇しており、他の研究グループからも同様の報告があるとしている。春日井、小山において骨粗鬆症関連として、かかとの骨密度と骨代謝マーカーの測定が行われたが、コラーゲン摂取群と対象群のこれら測定値の間に有意な差は認められないとされた。コラーゲンを配合した化粧品が、数多く販売されている。コラーゲンは保湿効果が高いタンパク質であり、コラーゲン分子は3残基ごとに繰り返す、グリシン以外の残基がすべて分子表面に露出しており、周囲に多くの水分子を保持できる。皮膚表面に塗布することにより、皮膚からの水分の蒸発を抑えるという肌の表皮層に対する保湿の効果は期待できる。そのままの形で皮下に吸収。利用されることは考えにくい。1950年代からゼラチンが爪の健康に有効だと知られていたが、コラーゲンでは報告がないため RCT が実施され、毎日コラーゲンペプチドを 5g 摂取し、12週間後に爪のセラミドやスフィンゴスチンを増加させ、爪の乾燥を防ぎしなやかさを向上させた。1日 7g のゼラチンの摂取では、爪の脆さが 83% の人で改善、14g のゼラチンでは 70% の人で 10% 前後髪が太くなったという研究がある。ありがとうございます。